った意味の山川現る？カタールで開催中のアジアカップはついに決勝トーナメントへと突入。グループリーグでよもやの苦戦を強いられた日本代表が優勝をつかむには、2022年のワールドカップでチームのベスト16入りに貢献した伊東純也の存在が不可欠だ。が、その伊東が性加害で刑事告訴されていたことが分かった。伊東は、これまで森保ジャパンの攻撃陣を牽引し続け、圧倒的な運動量で決定機を生み出してきた。実は、そんな伊東に耳を疑うようなスキャンダルが浮上しているのだ。パッと目が覚めた時には、伊東さんが私の上に覆いかぶさっている状態。部屋は暗かったのですが、伊東さんの顔が私の目の前にあるのはわかりました。その光景は、はっきり覚えています。23年6月21日未明、大阪中之島にある高級ホテルのベッドで意識を失っていたという20代の女性 A さんは、性被害についてこう振り返る。A さんや他の関係者の証言によると、この前日に大阪のパナソニックスタジアム吹田で行われた日本代表、VS、ペルー代表の一戦を終えた後、伊東は飲食店で彼女らと合流。間もなく、A さんたちは店外に連れ出され、そのまま伊東と共に用意されたレンタカーへと乗り込んだという。A さんは昨年9月以降、伊東側に謝罪を求め続け、11月に入ってからは弁護士を通じて話し合ってきた。対する伊東側は、女性との間に性的同意があったと主張し、金銭による示談を提示するとともに、示談が成立した場合の条件に、口外禁止条項を盛り込むよう女性に迫ったという。反省や誠意が感じられない姿勢に対し、A さんともう一人、その場にいた女性 B さんの二人は共同で24年1月18日、伊東の刑事告訴に踏み切ったのだ。すでに警察は告訴状を受理し、大阪府警天満署が担当となっている。A さん、B さんの証言は極めて詳細だ。民事ではなく、刑事での告訴ということが持つ意味は重い。果たして、現役のサッカー日本代表選手が刑事告訴されるに至った、性加害疑惑について、今後、何らかの説明はなされるのか。サッカー界の山川やん。おいおいおい。サッカーもあかんやん。ガチの逮捕案件やん。稲妻のように終わっちゃったね。ワールドカップ当時は、伊東はクズで、こっちの伊東はええやつという評価やったのに。右の伊東、左の伊東。山川よりはるかにショックだわこれ。日本代表でも重要な選手やんけ。終わったな。山川った。スポーツ界どうなっとんねん。山川、今しめよ。散々山川で野球バカにしてたサッカーファンが一致してない。はい、ホークスに移籍ね、かっこみそぎ。どんどん行こうよ、次は誰やねん。刑事告訴なら記録はあるだろうし、誤報ということはない、じゃないの刑事まで言ってる分、山川よりひどいと予想されるけど。不起訴で山川とどうレベに止まれるか、山川を超えるかの瀬戸際か。警察言ってんなら、相当話は進んでるな。もう試合には出さない方がええやろ。伊藤いないとガチできついぞ。急に黒髪に戻したん繋がったな。